ラグナート・ラーオは、インドのデカン地方、マラーター王国の世襲における、第六大最小。マラーター同盟の名手でもある、ラゴーバーの名でも知られている。バージー・ラーオの息子である、彼は、野望の人物であり、兄バー・ラージー・バージー・ラーオの死後に、最小位をめぐる一連の争いを起こし、その行動は、イギリスの介入する、第一次マラーター戦争を招いた。 マラーター王国の最小バーラージー・バージー・ラオの弟であるラグナート・ラオは、マラーター同盟の領土拡大のために、北、インドに、たびたび遠征していた。1753年から1755年に、かけては、ラグナート・ラオは北インドのジャート勢力に攻撃を、行い、マラーター側に、有利な条約を締結して帰還した。 1750年代になると、アフガン勢力トゥダーニー・アサが、パンジャーブ地方に進出し、北、インドに進出していたマラーター同盟と対立するようになっていた。1757年1月には、ムガル帝国の首都デリーに入場し、2月にはデリー及び、その周辺地域を略奪した。バーラージー・バージー・ラーオはすぐに、ラグナート・ラーオをデリーに送った。だが、 同年8月に彼がデリーの戦いでアフガン勢力を破った時にはアフマドシャー・ドゥ・ダーニーはすでに退却していた。1758年3月、ラグナートラーはパンジャーブのラホールへと兵を進め、4月20日にアフマドシャー・ドゥ・ダーニーの息子ティムール・ミールザーからラホールを奪い、同月28日にはアトックを、さらに5月8日にはペシャー・アワルを占領した。 そして、パンジャーブ一帯を占領した後、同月に、ラグナートラーオは、ラホールからプネへと帰還した。ラグナートラーオだが、1759年3月に、アフマドシャー・ドゥッダーニーがパンジャーブに侵攻し、1761年1月に、マラータ同盟軍が、パーニーパッドで大敗すると、状況は一変した。半年後に、最小バーラージー・バージー・ラーオは死亡し、 その息子マーダブラーオが後を継いだが、ここから、ラグナートラーオの最小への野望が始まるようになった。最小マーダブラーオと、ラグナートラーオの不和は続き、1762年8月22日に、ラグナートラーオがプネーからバドガオンに去り、内乱が始まった。だが、ラグナートラーオは、ニザーム王国から援助を受けたものの、マーダブラーオはこの内乱における戦いに勝利し、 同年11月12日にラグナートラーオは降伏した。その後、ラグナートラーオはニザーム王国が攻めてきた際に親善を図ろうとしたが無駄に終わり、1763年8月10日にマーダブラーオがニザーム王国との戦闘で勝利し、ラグナートラーオは領土拡大のために北インドに遠征していたが、それはうまくいかなかった。ラグナートラオは プネイに帰還した後、妻のアーナンディ・バーイーや、側近の将軍らに誘惑され、再びマーダブラーオの妥当を考えるようになった。しかし、マーダブラーオはこの企みに気づき、1768年6月10日に、ラグナート・ラーオをシャニワール・ワーダーで逮捕した。いずれにせよ、この一件で、マーダブラーオと、ラグナート・ラーオの関係は悪化した。1772年10月6日、 ラグナートラーオが軟禁されていた社にはあるワーダーの自宅から逃げたが、再び逮捕された。だがこの時、マーダブラーオの病状は深刻で、このような事件を構うところではなかった。そして、同年11月28日、最初マーダブラーオは、結核より死亡し、弟のナーラーヤンラーオが即位した。ラグナトラオはその殺傷になったものの、ナーラーヤンラオとのすれ違いから、 最小位への野望を巡らすこととなった。彼は、妻のアーナンディー・バーイと共謀し、ナーラーヤン・ラーオの暗殺を考えるようになった。そして、1773年8月30日、ガネーシャの祭りの最終日、ラグナート・ラーオは、四角シメールシングが RD を放ち、ナーラーヤン・ラーオを自室で暗殺させた。遺体はその日の深夜に密かに川で仮装したという。 マーダブラオ・ナーラーヤンと、ナーナー・ファドナビース・ラグナート・トラオの犯行であることは、明らかだったが、証拠がなかったため、10月10日に、彼が、ナーラー・ヤン・ラオの後を継いで同盟の最小となった。だが、大臣の一人、ナーナー・ファドナビースは、事件の徹底究明に努め、ラグナート・トラオとその日、アーナンディ・バーイ及び実行犯と思われた、シュメール・シングが RD の調査を行った。 そうした中、1774年4月18日に、ナーラーヤン・ラーオの未亡人が息子マーダブラーを、ナーラーヤンを産んだため、ラグナート・ラーオは、廃位され、この幼児が最小位につけられた。廃位されたラグナート・ラーオは、プネーを逃げ、最小マーダブラーをナーラーヤンを要するナーナー、ファドナビースを打倒するため、ボンベイのイギリスと組むことにした。こうして、 1775年3月6日に、ラグナートラーオは、イギリスとスーラト条約を結び、兵員の援助を受け、最小夫と戦争に突入した。ここに第一次マラーター戦争が始まった。この戦争は長期にわたり続いたが、ラグナートラーオは復権することはなく、1782年5月17日に、講和条約、サールバイ条約が結ばれて終結した。講和後、 1783年12月11日、ラグナート・ラーオは、失意のうちに死んだ。また、1794年には、火のアーナンディー・バーイも死んだ。1796年12月4日に、王国の最小となったバージー・ラーオ2世は、彼とアーナンディー・バーイの息子である。ありがとうございます。